ラグビーのトップリーグに代わる新しいリーグリーグ1が来月開幕するのを前にトヨタ・ベルブリッツの姫野和樹選手らが意気込みを語りました地元・豊田市内で開かれた記者会見には2年前のワールドカップでベスト8入りに大きく貢献した 名古屋市出身の姫野和樹共同キャプテンら5人が出席しました姫野選手は昨シーズン世界最高峰のリーグスーパーラグビーに挑戦新人賞を獲得する活躍で今回満を持しての日本復帰となります初代王者というところを狙って日々活動しておりますがキャプテンとしては 今に集中させる常に足元を見るというところにリーダーシップを重きを置いてやっていきたいなチームには2人の外国人スケットも加入南アフリカ代表、ニュージーランド代表のスター選手です昨シーズンの3位から悲願の優勝となるのでしょうかトヨタベルブリッツの開幕戦は来月9日です